と急いで戻ります。でもやっぱね、あそこの川端さんのところでしんちゃんが押さえてくれるのが一番ですね、うん、今日はね、しかもなんと、お疲れ様です。あ、すいません、ありがとうございます。え、そうですそうです、尺を、うん、もう行ったらあのタオルを用意しておいてくださったのでありがとうございます。ドラブラスタッフの皆さん、あとはニュージーンズを聞いて向かいます。ちょっとその前に昨日も行ったんですけど、あの受け取りたいものがありまして、今からモバイルオーダーして、ちょっとね早めの推し活をしたいと思います。はい、ストロベリーフラペチーノですね、はい、私もプラスチックのストローいただいてもいいですか。すいません、こちら私も、はい、ありがとうございます。どうもお餅スペシャルです、はい、ストロベリーフラペチーノのチョコがけ、無脂肪にして、なんだあれか、ホイップ少なめです。これが、うん、あー全然ダメだ。見えました、よかった、見えましたかね。あの動画止めて確認してください。一人です。昨日は家族3人で見に来てたんですけど、一人ぼっち、ぼっち参戦でございます。焼きそば、たこ焼き、でも唐揚げ祭りだからね、うん、あの昨日お蔵入りになった動画をもう一回全部、はい、撮ります。今日唐揚げ祭りはね今日も開催中なので、はい、はい、ちょっと今日もね不穏な雲がたくさんいます。いやーもうね、お父さんに昨日言われたんですけど、私が屋外球場見に行く日大体雨降ってますね。もう本当に逆天気のこう新海誠じゃなくて、やっぱ古い山2世ですね。今のはまあ決まりませんでした。はい、ここが、ね、巷で噂の唐揚げ祭りのコーナーですね。そう、いろいろね並んでるんですよね。だけども私は昨日ジンカラとたこ焼きのセットがあるっていうね、限定で出てるっていうのを知っちゃったんで、今日も多分それにします。一回食べて美味しかったものは永遠に食べ続けるタイプです。グッズショップはですね、もう今買い物してるのでちょっと人少ないですけど、グッズショップは、昨日ね、もうすでに撮ってある動画があるのでそれを挟みます。噂のドアラミニスカンスパンコールがありますね。私の目当てはあ、待って、あったよか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 った。そう、これをずっと探してたんです。取り寄せるとまだ間に合わないから。あ、そうだね、ね、現品で買いたかった。反対の顔だから見慣れないよ。3枚くらい若く見える。これ広かったんでしょ。これ広かったと思ったら、そうそう、大島さんじゃん、大島さんでしょ。だってこっちの方が難易度高くなるもんね。そうなの。皆さんね、顔を見せてくれてる林はね、うん、この宣材写真はよく使われてるやつだから分かる、うん、これ、うん、幼稚もね、これは、うん、これ、どれ、うん、え、ここなんて書いてある。あ、ウータン？あ、ウータン？ウータンだ。顔がいまいち分かんなくなってるから分かんないよ。これもなんかちょっと違う、雰囲気変わるね。雰囲気変わっちゃうね。でもこのサインは周平さん。そうだね。あ、
じゃあペイペイでお願いします。あ、じゃあ交通系 IC でお願いします。はい、これがマジで伏線なんで、こっから1週間の私の行動を皆さん予測してください。入場します。ありだと思います。験担ぎをしに来ました。だからね、先生点取られちゃったけど絶対大丈夫だと思います。そう、ここの球場のね、あの監督になぞらえて多分絶対大丈夫、私は信じてます。ということで今ね、ちょっとサンタナ選手に当たってしまったんですけど、まあ、それはさておいてご飯へ買い出し行きたいと思います。もうね、最後にね、1点取ってる方が勝ちのゲームなんですよ、野球は。皆さん多分ご存知だと思うんですけど、なんでマジでもう満タン、 1失点はもう神宮だと。昨日の試合見てれば分かりますよ、もう満タン、もう満タン、ね、あのちゃん元気になってほしいですね。しんちゃん当たっちゃいましたね。大丈夫、結構痛そうだけど、いやもう多分でもアドレナリン出てね、こうあれなんだと思います。なんかね、さっきもやっぱちょっと打たれてすごく悔しそうだったんで、もう無理しないでほしいですけどね。特にやっぱ足なんで、右足か、うわー、いやーピッチャーにとってね、足は意外と大事ですからね、やっぱ軸ですから。あ、手当てでね、そうだよね、うん、もう永田さんに見てもらってほしいです。永田さんに。いっぱいです。もう多分ご飯探し回ってる暇じゃないですね。ここも早く帰ります。やばい、4玉だ。ちょっと急いで戻ります。今日のご飯です。このね、ジンカラのドリンクとこのセットが、昨日もね、ちょっと食べてたんですけど、これにします。もうお得だからいっぱい入ってるし、これ投射費ね、なんか投射費でいっぱい入ってる気がする。なんか硬いコップがね、いいですね、やっぱりね、好き。なんか私だと思った人がすごく見てた人がいます。はい、引き続き応援に戻ります。なんていうのかな、もう本当にシーソーゲームで昨日は落としたと思うんですけど、今日はそのシーソーゲームを完全にうちが取れた感じでしたね。でもやっぱね、あそこの川端さんのところでしんちゃんが抑えてくれるのが一番ですね、うん、今日はね、しかもなんとペットが気づいてくれましたなんかいい匂いもした気がする。私の鼻そんなに良くないんですけど、いい匂いもした気がします。あれ、なんか間違えてる、まあいいや。とにかく本当に今日はいい試合でしたね。村松くんも良かったし、ね、BC さんはやっぱビシエドさんの夏ですね。夏は本当に強いですね。暑くなるとビシエドさんの本領発揮な感じですよね、やっぱりね。ちょっと間違えたから。やっぱね、チャミさんのね、移籍1号を見れたのは嬉しかったですね。そう、なんか欲しいところに本当手が届いた。うん。で、最後のダメ押しの1点は、01年の絆と言いましょうかね、林くんと高谷くんの繋いだ絆ですよ、あれがね。いやー、そのリクエストの瞬間ちょうど本当回しててよかったです。いや、マジで本当に最高の試合だったんで、これだから神宮はやめられないですなので、まあね、引き続きちょっと関東の試合にはね、いっぱい出てきたいと思いますので、よかったらまた金曜日の配信も見てください。バイビー。